クのケイです。ユッキー。今日の企画は、似合わなかったら即引退。俺が持ってきた服、着こなしてみろよ。前回はユッキーだったということで一周しましたね。シーズン2の始まりということで。はい。この企画はですね、このメンバーのうち誰か一人担当が服を買ってきまして、それを系統が違う二人に着こなしてもらうという、ある意味着こなし方の勉強にもなる動画です。今日の担当は私でございます。ちょっとね、新しい要素を追加してみようかなって思いまして。ほう。買ってきたショッパーを見て二人ビックビックしてたんですけど、二人がどういった着こなししてくれるのか楽しみにしててください。それでは早速行ってみましょう。僕が持ってきたのはこの2つでございます。まずさ、1個だったからね今までね、そう、1個だったのよ。どっちか選んでください。うわ、そういうシステム。なるほどね。勝手に解説すると、まあ、春だと結構モードな感じで尖ったものがあるんじゃないかなっていう印象で、まあ、アーバンリサーチだったら割と綺麗めとか、綺麗めカジュアルとかも着こなせるアイテムがあるんじゃないかなっていう印象なので、まあ、僕はアーバンリサーチの方がいけそうかなという印象です。僕は2人ともアーバンリサーチの方でよろしいですか。はい、はい、かしこまりました。逆に晴からじゃあ見せちゃえば。じゃあまず選ばれなかった晴の方。はい、選ばれなかった方がこちらでございます。普通に可愛いな。ね、可愛いでしょ。いいアイテムやんね。はい、選ばれませんでした。あ、こっちでもよかったこうなるとアーバンが怖いよ。なにこれ、なにこれ。あれ、これってシアのカーディガンでございます。しかも結構シア向こう側めっちゃ見えるもんな。晴れでよかったよなんか晴れより晴れしてきたこちらをお二人に着ていただきたいと。なるほど、なるほどね。まあ俺あんま透ける素材が得意じゃないから、まあ、ここどうにかして着こなさないと。引退なんで。引退ですよねやめてやろうかなこれはユッキーの方がきついかなと思う。でもサイズ感は深夜じゃん。確かに身幅でかいね。今回でね2人引退することになる。ちょっと待って、俺の個人チャンネルになるのかコーデを組む関係上別日の撮影になりますので、次のカットはジャンプしましょうか。じゃあユッキーから、はい、受けていきましょう。いきましょう、せーの、じゃーん、こちらでーす。コーデのポイントとしては透け感の強いシアカーディガンだったので、白だと結構パキッと出過ぎてしまうなというところで、ブラウン系の色を入れてパキッと出過ぎないような感じにしました。合わせるパンツとしてはフレアパンツ合わせて K のスタイルに寄せたみたいな感じです透けてる素材のもの苦手って言ってたから、今回こそユッキー引退かなと思ったけど嫌いやんな。なんかめっちゃ引退させたい人みたいになそう今日こそ引退かっていや全然見合ってます、うん、ただユッキーがそのさっき言ってたブラウン系じゃないと無理だって言ってたのは、うん、多分そうだと思うね。じゃあ次シンヤちゃん、うい、考えてますね。行ってみようか。じゃあ行きましょう、せーの、じゃーん、こちらでーす。シアーシャツにシアーカーディガンなるほど。僕もユッキーみたいにこうパキッとした色じゃなくて、ちょっとニュアンスカラー入れた方がシアーカーディガンうまく着れるのかなと思って、 GU のオリーブのシアーシャツを着てって、パンツは黒でもよかったんですけど、カーディガンが黒だから春らしい色にしようと思ってベージュのカラーにしました。で、足元はローファーにしてカーディガンの黒とサンドイッチ効果で統一感を出してます。僕はなんかアースカラー中心に組んでるコーデに締める役割として黒のカーディガン着てる感じがいいなと思って、しかもシアっていうところがまたちょっと一癖っていうポイントが好きですね。正解か。またハードル上がっちゃった引退か引退か買ってきといて自爆じゃあ着替えたいと思います、はい、せーの、じゃーん、こちらでーす。どちらか選んでくださいって言ったやつどっちも使っちゃうっていう。お前のアイテムやし、別にいいんじゃん。そう、全然いいと思うし、ガラガラで若干うるさくなりがちなところを上からコートで押さえ込むっていうコーデです。本当はもうめちゃくちゃ派手なガラシャツを着ようか迷ったんだけど、さすがにちょっと勇気が出ない。俺もさ、このシアカーディガンの中にタイダイ柄挟もうかと思ったんだけど、これ柄強すぎたそういざと出たと思うんですけど、すっごい透けるのよね。ってことで柄を中に着るにしても、そんなにめちゃくちゃ派手じゃない柄だったらいけるよっていうことでこれを合わせました。はい、というわけで今日は似合わなかったら即引退、俺の持ち込んだ服着こなしてみるよでした。いかがだったでしょう。シアカーディガンも2つの種類があると思って、柄が強いやつか強くないやつかっていうのがあると思って、もう柄が強いやつは基本的に俺と新薬みたいに無地ベースで合わせていった方が、まあ、簡単かなと。
で逆に柄のないシアーカーディガンだったらハイダイとか挟んでインナーのインパクトを抑えてあげる要因として使うのがおしゃれな着こなしかなと思います。ラインゲッター出す？そうです、うん、パンツとかでもいいんだもんね。パンツも大丈夫だよ。楽しみにしててください。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、 バイ、 バイ。ガチャ、俺の服持ち込んでみろや。即引退。持ち込んでみろやだって違う。